月山では今、標高が高いところで紅葉が見ごろとなっていて、黄色や赤に色づいた植物が山肌を彩っています。こちらは鶴岡側から登った標高およそ1400メートルの月山8合目です。一帯は弥陀ヶ原と呼ばれる池や沼が点在する湿原となっていて、今草が黄色やオレンジに染まる草もみじが見ごろとなっています。地元の観光協会によりますと、今年の草もみじは夏場に気温が高い時期が続いた影響などで、例年より1週間ほど遅く先月下旬から色づき始めました。また今はカエデなどの低木も黄色や赤に染まってきました。爽やかな秋晴れとなった昨日、8合目には紅葉を見ようと県内外から登山客らが訪れ、時々立ち止まってカメラに収めながら鮮やかなコントラストを楽しんでいました。どちらからいいですか？大阪から、はい、お夫婦でいらっしゃる。今来ないと見れない景色だな。よかったな、うん、いいですよ。ちょうど時期的に緑とそれからオレンジ、黄色、綺麗な彩りが最高です。四五回は登りますね。四五回、うん、まあ、中丸とかね、赤いもみじとか、そこそこ綺麗でした。最高に草もみじもね、うん月山8合目の紅葉は天気次第では今週いっぱい楽しめるということです。